あそこの安比高原は、ブナの熱林が大変立派に成長しております。あのブナの墓地から種が取れて、それから熱林が出来上がった場所でございます。ちょっと皆さんがご承知だと思いますけれども、固有種であるブナは酸素を欲しいご紹介したところ、急遽八幡平市長がぜひ、見てみたいということで、今、これ結構でございますので、ご挨拶いただければと思います。はい、皆さんおはようございます。入ってきてびっくりしました。こんなにたくさんの人がこのフォーラムに参加いただいたということで、私からも心から感謝申し上げたいというふうに思っています。個人的ですけど、私はちっちゃい頃、うちには4、5匹の馬がいて、常に山に行って、薪を配ったり、炭を配ったり、堆肥を取ったり、そういう生活をしていました。市としても地元のそういった取り組みの皆さんと今日、連携しながら、今後とも馬の文化、馬の素晴らしさっていうのを広めていければなというふうに思っております。私どもの活動報告になります。在来馬による芝草原の維持管理の試みということで、ふるさとクラブの理事でありまして、岩手県立大学、総合政策部環境政策講座の、渋谷教授からですね、200メートルの比較的平坦な高原になっています。で、安比高原スキー場はもう全国的に有名なんですけれども、10% ぐらい、かなり広い面積。開いたんですけれども、放牧馬の安全、祈願とかですね、馬販の岩間さんの話が出ましたけど、先ほど申し上げた通り、安比の草原というのは1000年続いて、平安時代の末からですね、ずっと続いているという歴史的な価値が、今生きている私たちが、それを今のこれだけで説明しますけど、ホースレッキングの施行をしました。方々のための引き馬を使っていくとかですね、いろんなことを考える必要があるんじゃないかなっていうお話がある。施策として考えているのがホースワークということで、働く馬メインだとしても、その合間に、ホーストレッキングをやったりとか、いろんなことがあると思うんですけども、働く馬の出番をいっぱい作って、人と馬が暮らせるような社会を作っていければ。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。